初めてボツになるかもしれないという小津安二郎を今回は語ってみようかなということですが、早くフリーズしそうですよね。車も止まってます、渋滞です。12月12日が小津の誕生日ということですね。そうですね、1903年の12月12日が小津が東京で生まれた日で、小津は岸君もその60年後の1963年の11月12日誕生日と同じ日に亡くなっているんですよ。ちょうど60歳。まあ明治でいうと36年、だから僕のひいばあちゃんみたいな時代で、で当然小津の頃の時代と昭和の初めから昭和38年ぐらい、最後の作品のお茶漬けの味が、昭和38年、7年、8年ですよね、の公開です。だから、昭和であっても、僕は昭和40年代の小学生だったから、それ以前、だから今、言ってみればですね、戦前にしても戦中にしても、戦後にしても、ファンタジーみたいな世界なんですよ。うん、だから、こういう、車もないし、うん、軽トラもないし、うん、それからスーパーもないし、うん、よく言われるように今とは全く違う、うん、一つの一種のファンタジーだと思った方がいいかもしれないです、うん、だからファンタジー映画を見ると思って小津作品を見ればいい、うん、今残っているのは、43作品プラス1本ドキュメンタリーかな、うん、なんとか自身っていうやつで、これは僕の人生の唯一、うん、いや唯二の自慢なんですけれども、うん、小津作品は現存作品は全部見てます。おお、すごいですね、というのは、1981年の1月から2月にかけて東京国立近代美術館のフィルムセンターが、うん、小津特集をやったんですね、3回目の、うん、で当時現存していたもの43本も全部上映したんですよ。ただその後いくつか別バージョンとか、うん、断片とかが出てきているので、うん、そういう風なものは僕は見ていません。ちょうど、まあ、今小津が生誕102周年ということで、うん、いろんな雑誌とかテレビ、うん、ワウワウなんかでも小津の戦前の作品を、うん、5本か6本リメイクしてますよね、うんうん、僕もそれを見たんだけれども、まあ話はまああんな感じなんですよねっていう感じです、うん、まあ、あんな感じっていうのは要は、郊外の市民を描いている。でも、うん、まあ僕のお袋とかおばさんなんかが結構見ていたんだけれども、それはなんか憧れで見ているんですよね。要はあの東京近郊の課長部長級の一部上場企業とか、うん、大学教授の、まあ、この辺り、この辺りの新潟ですけれどもね、うん、この辺りの暮らしとは全く違う暮らしがそこにあるわけ、うん、でそういう風な世界を見て、だから銀座に行ってショートケーキを買ってきますみたいなのはないんですよ、うんうん、この辺ではまあこっちはまだ、うん、当時この辺はねまだ百姓の文化ですね。そうそう、だから小津の映画には小津はない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 っていうわけですよね。つまり小津には、うん、あのまああるものが少なくて物語も破綻がない、うん、社会性がない、うん、訴えるものがない、うん、あるいは撮影についてもカメラが、うん、パンをしない、水平で撮っている、移動しない、まあこれは晩春以降、うん、晩春の後は移動ないかな確か、うん、初期の頃はそんなないんだけれども、もうないないないとか少ないとかっていう風にないで言われてるのね、うん、でそういうふうに言われていた小津が1980年ぐらいから、うん、なんかこうちょっとブームと言っちゃおかしいんだな、うん、再評価もおかしい、まあ、それまで、僕の感覚ですよ、うん、黒沢、溝口、小津っていうのが日本映画の御三家と言われてたんだけれども、うんうん、
世界的評価っていうのはやっぱり黒沢とか溝口であって、うん、小津は分かんないだろうと言われていたし、うん、実際にそういう風な風潮だった、うんうん、で僕は残念なんだけれども、うん、ちょっと映画に目覚めた頃に小津を見てしまっているので、うん、純粋に楽しく、うん、多分うちのおふくろみたいに、うん、小津が一年一遍の娯楽映画みたいには見てないんですよ、うん、例えばゴジラを一年一回見るとかね、うん、そういう感じで見てないんですよ。もうちょっと映画知ってるよねみたいな感じで見始めた、うん、でまあなんていうかな、ちょうど1980年前後でね、時代がちょうど YMO なのね、うん、で小津って僕とそれ重なっていて都会的なのね、まずね、さっきも言ったんだけど、おー、YMO とそう、そう、田舎じゃないんですよ、小津の映画って、うんうん、だから農民出てこないもんね、うん、農民、そう、農民ないね、出ないでしょ、工場労働者もほぼ出ないし、出てくるのは都市サラリーマンとか大学生とか、まあ、ホワイトカラー的なやつですね、まあ、そういう風なところで、そんな人ほとんどいないわけですよ、戦前なんかはね、うん、あ、まあ戦後すぐもそうだし、うんうんうん、だから鎌倉に住んで電車で東京に通うなんてことないんですよ。うん、うん、それであの小津の映画って、うん、例えて言えばドラえもんとかサザエさんなの。要はそれは日常を描いてるっていうことなんだけれども、うん、ちょっとその日常って変わっていって、うん、昨日と今日は違うよねっていう日常なんですよ、うんうん、で黒沢っていうのは手塚治虫なのね、うん、物語なんですよ、うんうん、冒険があったり、うんうん、なんか巨大な敵がいたり、まあ、戦いがあり男の、そうなの、そうなの、そうなの、男の子の映画で、うん、その3人の中で当時、8ミリ映画を撮ろうとしていた人たちというのは、うん、小津の真似をしていくわけ。なんでかって言えば、うん、黒沢とか溝口みたいな時代劇撮れないんですよ。アクションとかも撮れないし、うんうんうん、あんなものすごい情緒的な映画も撮れないし、うん、だから小津を真似していくのね。で小津的な撮り方、うん、小津町を8ミリでやろうするの、うんうん、でそれ例えば黒沢清さんなんかがそうで、うん、もう見ていると、うん、まあ多分まあ小津だったらすぐ分かるわけね、うん、で小津の映画ってそうだそうだ、うん、あの他のどんな映画を見てる人でも、うん、小津だけ見るとあ、ごめんなさい、小津を見るとあ、これ小津だってすぐ分かるようなんですよ。お要はで、自主映画で8ミリかなんかで、うん、小津を真似した小津をオマージュで撮ったっていうのはたくさんあって、うんうん、もう超気恥ずかしいわけ、うんうん、真似できるはずなのね。小津ってだって普通のホームムービー、うん、今でもホームムービーなわけね、あれってね、うんうん、ホームムービーって言ってごめんなさいね、ホームドラマだからね、うん、でちょうど時代的にはさ、その頃に後の東大総長を務める長谷見茂彦先生が映画評論で一大革命を起こしつつあった時代です。それが、それ1983年に出た監督大津安二郎ですね。去年見ましたね、今頃でしたっけ、あの見たろカオスの公演行ったじゃないですか。ああ行きましたね、長谷見先生を昨日去年あのアテネフランスで見ました。ご健在で本当に何よりでした。インパクトあったな。まあ、あの長谷見茂彦先生が、うん、もう登り調子の頃でね、うん、当時の、まあ、旧態依然とした映画で社会を語るみたいなものをコッパみじんにしていくっていうね、まあ、そのことっていうのは象徴としての佐藤忠夫、佐藤忠夫先生が、まあ、新潟ご出身ね。で長谷見さんはね、うん、小津の亡くなったのをね、うん、1963年の12月8日あ12月12日に、うん、パリでルモンドを読んで知ったっていうわけ、うん、パリでルモンドを知った。でも佐藤忠夫先生は新潟の工業高校か何かを出られて、うん、映画がとっても好きで勉強して頑張って投稿して映画評論家になる人、うん、全く対極的なんですよ、うん、でももう時代は佐藤忠夫先生ではなくてもう長谷見先生の方にもうガーッと行ってるわけ、うん、でそれは自主映画もそうだし評論もそう、うん、だから長谷見節みたいな評論を書いていた人たくさんいたし僕も真似し書きました、うん、
もう今読んでとっても恥ずかしいけれども、まあ、一回みんな長谷見病にかかるわけで、小津さんとその長谷見さんっていうのはどうも僕が重なってしまっていて、時代的にね、 あと YMO がねちょっとね後ろに YMO 流れてるみたいな感じなんですよ。松竹にとってはドル箱だから、小津の映画で稼いだ金を使って松竹のヌーベルバーグが生まれてるわけですよ。いかになんか昔の日本映画がすごかったっていうのは分かりますよ。まあ日本の映画っていうか、まあそれを支える、大衆っていうのも、いや そんなもんじゃない、それが当たり前なわけですよ、うん、別にそれはジョン・フォードだって、アメリカ今いればもう世界の偉大な映画作家ではあるけれども、まあまああの頃はね、ルノワールだってそうですよ、うん、今からみたいにそうなの、うん、でも当時は普通の映画として見ていた。ただもちろん芸術祭、芸術祭に出したりしているから、はい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 、もちろんその、まあ、両輪でやってるとちゃんと成り立っちゃったことだよね。要は松竹としてはもう大作なんですよ、うん、で例えば東宝なんかは、うん、世界大戦争なんかが芸術祭の方に出してしてるわけだから、うん、そういう時代ね、うん、時代で言えばね、うん、で小津の映画はだから簡単に言うと戦前と、まあ、戦中は 2,3 本しか撮ってないんだけれども、うん、戦前と戦後ではかなり違います、うんうん、物語も違うし撮影方法も違う、うんうんうん、で一般的には戦後の、まあ、家族を描いているものを小津の映画というふうに言われるんだけれども、うんうん、とってもどこかそれは知的で先進的で都会的で、あまり感情が表に出ないような何かこう、乾いてる感じがすごくするんですよね。まあそうですよね、でもその中にはとってもものすごい渦巻くものがあって、でもその渦巻くものを描こうとしてる描いてる映画もあるんですよ。東京母子とも言った映画、東京母子っていうのは珍しく悲劇的な映画で、これがすっごい暗い映画なのかで、もう家族が破綻していくような映画、そういう風なものを撮ることがあるんだけれども、それはほぼ失敗してます。やっぱり晩春とか爆臭とか東京物語みたいなものがみんなが小津町だと言ってるし、僕もそういう風な映画を見るとホッとします。あ、これが日本映画っていう風に思ってしまうところはあります。イカレさんの好きな小津映画って何ですか？好きな映画は、一人息子、これは戦前です。それからあとはやはりまあ、東京物語かな、うん、まあ、一人息子というのは母一人子一人で育てた子供が東京へ行って成功するかと思ったら、うん、なかなか東京で苦労していて、うん、その母がね、飯田長子っていう名優ですよ、うん、飯田長子がものすごい悲しさを秘めてまた国に帰ってくるっていう映画ですね、うん、で東京物語は皆さん知ってるように、まあ、戦後の家族を描いてます、うん、あの笠智衆と東山智恵子のちょっと年を取った夫婦が子供を訪ねていって、うん、子供はそれなりに成功はしているんだけれども自分の思ったようには育っていない、で、うん、唯一一番親切にしてくれるものが典子でしたっけ、原節子が演じる、ごめんなさい、時子さんだったかノリコさんだったかノリコさんか、うん、ですね。で、でも原節子は自分は今の生活とか亡くなった旦那夫のことを忘れることがあるっていうようなことを言うわけですよね、うん、ああ、ありましたね。そこがなんかすごい、それは、女性としてなんかこうやっぱこうものすごくこうセクシーな部分ではあるんですよ、うん、なんかちょっと描ききれないようなものを描いてるものをそこが描いているし、ご覧になったのがいつのタイミングですか？東京物語はあのさっき言ったように1981年の1月から2月に、うん、国立近代美術館のフィルムセンターでやった小津特集です。この時に、初めてだった、初めて見たかな、大学、そうですね、まだ僕は大学生で、うん、それはもうフィルムセンターに、定期券を買って
って有楽町線に乗って毎日通ってました。で長谷見先生もちょうど見ていたりしていて、あ、そうまあ、学生が多かったですね。あの辺の、まあ、長谷見文科生とかがこぞって駆けつけたりする、そうですね、当時は東大と立教と東京造形だったから長谷見先生は講義を持っていて、その辺の学生さんたちともちょっと知り合ったりしていて、ちょっと懐かしいですけども、皆さんお元気でしょうかねみたいな感じですけどね。あの頃フィルムセンターに通ってて239名の定員、140円だったかな確か。オダールっていうとやっぱあんなカリーナでしょ、うん、オズっていうとやっぱり原節子になっちゃうわけですよ、うんうんうん、だから原節子見に行ってたんですよ皆さん。といっても実は原節子ってそんなにいっぱいオズなんか出てなくて、うん、6本かな本だと思います、うんうんうん、でも代表作ほど出てるのね、うん、リュウチシューが一番多くて25本かな、うんうん、だからこのリュウチシューと原節子なんですよね要はね、うん、オズズになって、うんで戦前の中で美人哀愁という、まあ、小園映画って70本ぐらいだと思うんだけれども、うん、30本ぐらいあのもうないんですよ今ね、うん、特にサイレントもないんだけれども、中で1本美人哀愁という、うん、井上由紀子というものすごい美人ね、うんうん、写真で見ると日本映画の女優史上一番美人なんかという、うん、その美人の井上由紀子を撮った、うんうん映画があるんですよ、美人哀愁という。で、それ、オズが撮ってる時に、うん、あまりにも綺麗なんで、うん、井上由紀子さんをずっと撮ってたっていうね。だからそれ見てみたいんですよ。多分ね、映画ファンみんな見てみてたもんだよ。その美人哀愁という映画を。ホームドラマも結構たくさん撮ってるわけですよ、当時日本映画って。うん、だけども、オズはちょっと違う、うん。なんで違うのかな。やっぱ知的なのかしらね、どこかにね。うんうん、あとよく言われるように、うん、オズって嫌なものとか醜いものとか、うん、下品なものとかそういう風なものはみんな排除してるんだね。まあそうですよね。だからオズにとっての気に入ったものしかそこに置いてないって言ったから、オズの世界があって、あと、はい、撮り方としてはよく言われるように、まああのカメラを低くして水平に撮るっていう、うん、煽りじゃないんだよね、水平に撮ってるのね、うん、あとそれからあと目線が交差しないっていうね、あの2人を撮った時に、うん、こっちが撮ったら必ず次はこっちが撮るんだけど、うんうん、その場合こっちが撮ったら次こっちが撮るわけだ、あ正面だね、だから目線が交差しないっていうのはこれは、うん、オズの映画だけですね、うんうん、やってるのはね、うん、だから低い水平撮るのと交差しない目線っていうふうに言ってます、うん、あとオズの映画というのは、うん、主人公がいるんだけれども、うん、他の人たちも並列にこうかなり描かれてる、うん、もうその人だけ特別にっていうんじゃなくて、割と、うん、割と出番は少ないにしても同じような位置づけで描いてるんですよ、うん、でもそれサザエさんと同じなのね、サザエさんと同じなんて変なんだけど、まあ、サザエさん主役なんだけれども、他もみんなあのマスオさんもタラちゃんもみんな同じように描かれてるっていうかな、うん、同じような家族ってそうじゃないですか、うん、そういう撮り方ってなんでオズできるのかなっていうふうに思ったことあるんだけど、うん、まあ、それってやっぱり普遍的な物語を描いてるから、うん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 、なのかなって思うの、うん、で普遍的な物語って物語を出しないとできないんですよね、うんうんうん、それで日常だから、うん、で、長谷見茂子先生が、うん、それまでのオズはあれがないです、これがないです、あれしないです、うん、これ少ないですって言っていたものはだから自由なんだって言ってるわけですよ、うんうんうん、だからオズはそういうふうに決して諦めてはわけない、だからオズの映画は自由なんだ、うんうんうん、でそれって見ていて何となく伝わってくるんだよねきっと、うんうん、だからオズの映画って他のあらゆる映画と似ていない、まあ、でも普遍的とかそういうことだよね、多分自由っていうのは、だからルノワールとかジョン・フォードとかと並び称される世界の偉大な映画作家だと思います、うんうん、まあ僕が言ってもしょうがないんだけどねこんなことをねこんなこと僕が言って、ドラえもんのアニメーションとか漫画が何十巻もあって、うんうん、映画、まあ、アニメーションがもう何十年も続いてるじゃないですか、うんうん、サザエさんもアニメーションが何十年も続いてるでしょう、うんうん、あれってすごいこと で例えば手塚治虫の鉄腕アトムって、うん、
4年しか続いてないんですよ実は、うん、ちょっと4年ってすごいんだけど、うんうん、それはなぜかというと物語だから、うん、物語ってそんなにないんですよまあ続かないといつか終わらなきゃいけないみたいな、うんうん、ああ物語がないって続くってことなのかもしれないね。終わりがないの。終わりがない、うん、普遍的自由、うんうん、だから東京物語って、うん、多分ああいうものって東京物語その1その2その3その4その5その6とかって言ってもたくさんあるんですよきっと。でも小津の東京物語っていうのは、うん、それは小津の撮り方と小津の脚本、小津と宝高校の脚本とそれから俳優が成し得る、うん、まあファンタジーなんだろうな。小津展行ったんでしたっけ。ああそうそうそう、その話も。これが、開館25周年どこなの。それは、茅ヶ崎ですね。茅ヶ崎美術館の小津社の神秘な、どうでしたこちらの展覧。面白かったですか。小津と高田光吾、脚本家のね、高田光吾は茅ヶ崎に行って、うん、半年ぐらいこもって、うん、旅館にこもってね、シナリオを書いているんですね、うん、ずっとね、うんうんうん、戦後、うん、で、それで茅ヶ崎市で、それにちなんで、うん、小津安二郎展を、うん、今年の秋やってました。あ、見に行きました、うん、作品点数は少なかったんだけれども、うん、その中で、小津が、うん、佐渡ロケをしようとしていた映画があるんですよ、うん、佐渡島。そうです、そうです。おー、そうなんですか。ただそれは佐渡に雪が降らなくて思ったように降らなかったので、うん、残念ながら撮らなかった、うん、まあ、浮草っていう映画ですけどもね、東宝で撮った。で、残念ながらですね、うん、佐渡ロケはできなかったんだけれども、うん、佐渡を、うん、描いて小津のスケッチがあって、それを見ることができました。だからそれは貴重だったかな。あと小津は本物主義で、絵画にしても、うん、お茶碗にしても、うん、何にしても本物を使ってたんですね。で、自分のものを持ったりして、うん、で、なんと会津弥市の書を、これはお茶漬けの話かな、なんかで飾ってるんですよ。うん、で、僕は実際映画ではそれ確認してないんだけれども、うん、実際にそこに飾られていた会津弥市の書がありました。小津の義友人というのは、うん、山中佐藤ですよね。あ、山中佐藤ね。小津が、まあ、山中佐藤、人情神様。そうですね、山中佐藤小津がとっても敬愛していた。といっても小津の方が年上なんですよ、いつでもいつね、うんうん、山中佐田は弟さん、弟みたいな感じなんだろうけれども、もう山中が戦死した時にもう号泣をしてしまって、うんうん、で、山中のそのお墓のところの、碑には小津が記号をしてるんです、うんうん、京都にあります。まあ黒沢敵でもあり、小津的でもあり、ね、溝口的でもあり、この3人を足して3で割らないみたいな感じじゃないですか。そう人情神風船やばかったっすね、やばいでしょ。あれアマゾンプライムとかで見たんですけど、うん、うわ、こんな戦前でこんなクオリティで、あれを山中佐藤はやる日本ってすげー。昭和12年の作品だけどさ、うん、あの山中佐藤は、うん、あの人情神風船が自分の遺作品にちょっと寂しいっていうふうに言ってるわけそれなんかウィキペディアに載ってた、うんうん、いや、十分ですよ。あれ以上の映画って未だ日本にはできてないかもしれないし。まあ、小津は、うん、小津町と言われて、はい、小津の映画ってこんな映画みたいな感じで思われているから、うん、それに対して、うん、まあ自分は豆腐屋だから、うん、例えば豆腐屋なんだよ。豆腐屋は豆腐しか作れないんだよっていうふうなことを言ってるわけ。ああ、小津は？小津は。ああ、なるほどね。そうなんだけれども、ものすごい多分、プライドがあって、って言ってるし、どっかでオズ的なジョークもあったりしてるんだと思いますよね。なるほど、ね。なんていうかな、やっぱオズの映画っていうのはやっぱオズ安二郎の人柄とか人格とかそういう風なものが多分出てるんですよ。いや、それはどんな映画だって多分その監督とか脚本家なり、うん、いろんな人のものがそこに入ってると思うんだけれども、まあ、役者にしてもね、うん、スタッフにしてもね。でも小津の映画っていうのはどうしても小津安二郎という人間と重ねてしまうところが僕はなんかあって、うん、それは本当にそうなのかってよく分かんないんだけれども今や。でもやっぱりなんかとなくそんな感じするんだよね、うんうん、で、その趣味の良さみたいなものが、うん、なんか憧れ、うん、だから小津ってこう近づけない感じはちょっとするんですよね、うんうん、
津にしても黒沢にしても溝口にしても、まあ、成瀬にしても偉大な監督だと思うんだけれども、いや最も近づけないのが小津かな、やっぱ。おお、もし今いたらね、うん、もし今いたらだよ、やっぱまあ浮かずには近寄れないなっていう感じ、うん、なんとなくなんか見つかせるような気がする。おお、